はい、資料会チャンネルでございます。本日ですね、こちらあのコーヒーゼリーなんですけども、これね、見てください。これ以前ですね、こちら水羊羹をねレビューしたんですけども、今回ですねこちらコーヒーゼリー売ってましたのでね、買ってきました。これ1リットルパックの分にねコーヒーゼリーが丸ごと入ってる商品です。これね、あの業務スーパーで売っております。値段がですね、なんと水羊羹はですね198円なんですけども、コーヒーゼリーはですね154円。これね結構安いです。でこの量すごいでしょ。これ1キロですね、完全にね1キロ入っております。結構重いです。これあのコーヒーゼリーね、業務スーパーで売っております。これまあ味ねどうかなというと思うんですけども、まあ食べたことないのでね、まだ分からないです。結構ですね、喫茶店とかのコーヒーゼリー美味しいですよね。僕は大好きで、喫茶店とかではあまり食べないんですけども、何ですか、食べ放題のところでですねコーヒーゼリーがありまして、いっぱい食べてますチャンスというか、ね、まあもうそれね食べてますんで、今回ですねこれねちょっと当ててみて、どれだけね量があるのか、それとまあ味がね美味しいのでちょっとレビューしてみたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ではですねちょっと当ててみました。ですね、まあちょっと水気もありますけども、もうパンパンに入ってますねこれね。はい、ではですね早速出してみたいと思います。出るかな。なんか汁出ましたね。お汁が出ました。出た。この瞬間を見てほしいんですね。どちらかというとどんなもんだって感じですね、これ。うわすっげえ、これまあ仕方ないでしょ。はい、出ました。このお皿、このサイズです。すごいですねこれね。はい、見てくださいこれ。もうなんかね丸ごとゼリーです。まあゼリーなんでね、別にまあこれ珍しいわけじゃないと思うんですけど、やっぱこの量はダイナミックですねこれね。もうほんと業務用、いい感じです。はい、このねホイップでね食べてみたいと思います。その前にねちょっとね角だけちょっと削って食べてみましょうか。どんな感じの味なのかね、ちょっと角ね、お、プリンプリンです。こぼれるんじゃん。いいよ、はいはいね、はい、ね、こんな感じです。まあ色はねコーヒー色まあ見たまんまですね。じゃあいただきます。こんな感じです。いただきます。お、甘い、甘いです。結構甘いです。で美味しいですこれ。このままでもね十分です、はっきり言って。十分食べれます。美味しいです。甘いですけども、しっかりしたコーヒーの味出てます。アイスコーヒー、アイスコーヒーにちょっと砂糖入れた感じの味ですね。まあまあコーヒーゼリーですから、まあ当然ですけどもね。美味しいですこれ。このまま食べても十分美味しいですね。パクパクいってしまうんじゃないですかこれ。加糖コーヒーの固めた版みたいな感じです、はい。まあ、ではですねちょっとねホイップつけてね、ちょっと食べてみたいと思います、ね、これねそのままもうホイップねいける分です。このラテアートホイップっていうのは本当にこれね、もうそのままこうできてあるんでしょうもうそのままねやったら終わりなんで、まあホイップね一人やってもいいんですけども、もうそのままねいっちゃいましょうということで、はい、じゃあホイップちょっとかけてみてください。あ、おお、なんかすっげえ綺麗に、いいですねこのホイップ、すげえこのホイップいいな。このホイップどうしよう、ちょっとホイップだけで食べてみましょうかねこれ。ちょっとホイップだけ綺麗に出したのにホイップだけこれねちょっといただきます。うん、うまい。このホイップだけでも十分に美味しいです。でこれでね、うん、どうですか。あ、いい感じです。ホイップが本当にやっぱりホイップ買ってよかったもん、あ、美味しいこれ、うん、
贅沢な味だ。美味しいです。はっきり言って。こうやって、こう出せもいいかもしれないね。こうやって。いい感じですね。あ、カフェオレになる。うん。うまい。美味しい。あ、ホイップおすすめですか。うんうん、あの、ホイップとね、この、うん、めっちゃ合う。美味しいです、これ。すっごい美味しいです。なんかこれであの値段の割にはね、かなり美味しいです、これ。と安いです、このこれとホイップでも400円ぐらい、うんうん。まあ400円ぐらい。まあホイップの方が高いです、はっきり言って。このゼリーはね、これ安いです、150円ぐらいなんですけど、ホイップがね、200円ぐらいしますんで、あの結構ね、あのホイップの方が値打ちありますけど、ゼリーだけでも十分美味しいですからね、ぜひね、あの食べてみてくださいというわけでね、今回業務スーパーのですね、コーヒーゼリー、1キログラムのレビューでした、うん、はい、ありがとうございます。食べてみてください。